指数の拡張についての第7回テキスト丸7ページですね。16行目以降であります。すでに私たちがやったように、丸7ページの9行目のように、P 分の9。ここで P は正の整数。Q は一般に、負の整数も含めて一般の整数。こういうふうにして P 分の9乗というのが定義できたといたしますと、 このように、拡張された類上の概念について、指数法則がやはり今までと同じように成り立つわけであります。19行目。A と B と共に正の数といたします。これはまあ、有利数を指数に持つ、そういう類上を考えるときにはもう避けられないことですね。大前提であります。そのときに、指数法則が今までと同じように成り立つということです。 四角一、四角二、四角三、A の R 乗をかける a の S 乗は A の R プラス S 乗になる。四角の二、A の R 乗の全体の S 乗は A の RS 乗になる。四角三、a かける b の R 乗は A の R 乗をかける b の R 乗となる。まあ、今まで MN という、どちらかというと整数を表すのに頻繁に使われる文字を使ってきたのに対し、整数でないぞということを強調するために RS という記号を使っておりますが、これ R と S は有理数を表している。要するに今までの指数法則が有理数についても成り立つということですね。有理数指数についても成り立つというわけです。で、どうしてかというと、まあ、具体的な場合についてそれが成り立つということを納得できれば十分だと思います。R が1 2分の1、S が3分の2、その時に四角1が成り立つということを確認してみましょう。 丸八ページ1行目に行きまして、A の R 乗 ×A の S 乗は、A の2分の1乗 ×A の3分の2乗である。A の2分の1乗は、A の2乗根。A の平方根ですね。A の3分の2乗は、A の次乗の3乗根であります。で、こう全体を計算するために、6乗根に直してやろうとします。A の平方根は、A の3乗の6乗根。A の次乗の3乗根は、A の4乗の6乗根。 こういうふうに書くことができる。で、そうすると、6乗根としてまとめると、えー、6乗根の、えー A、中身は A の3乗×ける A の4乗。ですなわち、A の7乗の6乗根。というふうに書くことができる。え、他方、A の R プラス S 乗。2行目、えー。ですね。で、R と S が2分の1と3分の2なんですから、2分の1プラス3分の2乗。で、これは6分の7。 と計算できますね。A の6分の7乗は A の7乗の6乗根。ということで、丸1と丸2から A の R 乗かける ×A の S 乗は A の R プラス S 乗となるということですね。このようにして、類乗根に戻,戻ってですね、有理数の指数、類乗根の定義に戻りまして、で、類乗根の性質に基づいて、有理数指数についての 指数法則。これを証明することができるということです。四角2、四角三の性質が同様にして成り立つということを確かめなさい。というのが4行目の問いでありますね。で、皆さんは、この指数法則が成り立つということ、これをですね、自由に駆使して、5行目、6行目のような問いが計算できるということ、これを確認するといいと思いますね。 27のマイナス3分の2乗。これをですね、元々の単なる定義に基づいて計算しようとしますと、マイナス3分の2乗というのを3分のマイナス2乗。マイナス2っていうのを分子につけまして。で、そして、3乗根ということでありますから、立方根というふうにします。で、27にマイナス2乗をかける。 27のマイナス2乗という数の立方根とこういうふうに計算するということになります。なかなかややこしいですねで。しかしそんなことを考えなくていいということがポイントです。ということはどういうことかというと27というのを素因数分解すると3の3乗となります。ですから、カッコ1番は3の3乗、それの全体のマイナス3分の2乗である。こういう形をしているわけですね。 そうすると3乗のマイナス3分の2乗というところで、先ほどの指数法則の四角の2の性質、これを利用すると、これは実は3のマイナス2乗というふうに簡単に計算できる。そうすると9分の1ってパッとわかるというわけですね。カッコ2番とカッコ3番に関しても同様です。このように類乗根を含む式の計算、これは 分数を指数とする表現に書き直してやると簡単にできるわけでありまして、9ゲームの例、立方根に割る6乗根にかける6乗根32で。こんなやつも2の3分の1乗割る2の6分の1乗かける2の6分の5乗。こういうふうに書き直してやれば、もう何でもないわけですね。問いがありますが、問いについても、 カッコ1、カッコ2、カ3。いずれもですね、分数を指数とする。あるいは有理数を指数とする。そういう表現に書き換えてやれば、指数法則が使えて簡単に計算ができる。というわけです。ということは、実は私たちがすでに勉強した、丸6ページの4行目からの例、あるいは7行目からの問いがありますが、このような問題を、 累乗根に基づいて計算するということをやったわけですが、指数法則を有利数の場合でも成り立つということを仮定すれば、実は、丸6ページの4行目から続くというもですね、簡単に解決できるということです。例えば、4行目の例の括弧一1を見てみましょう。3の4乗根 ×27 の4乗根ということですが、3というのの4乗根は3の4分の1乗。 で27は3の4乗ですから、3の4乗の4乗根は、3の4分の3乗。と、3の4分の1乗をかける3の4分の3乗。4分の1、えー、足す4分の3。ということは、結局3の1乗。だから3になる。と、こういうふうに機械的に計算できるということですね。ありがたいと思いませんか実は、 前々回、これらについては実用的な重要性はあまりないと言いましたけれども、その理由はお分かりになるでしょう。つまり、有理数を指数とする類上それを考えることによって、これらを指数法則として簡単に計算することができるからなんです。さて、テキスト08ページに戻ってください。でこのように有理数を指数とする、 というところまで指数を拡張すると、次は当然、えー、類乗の指数をですね、実数にまで拡張するということをやりたいわけですね。えー、実数に拡張する上で一番重要な障害となるのは無理数の場合です、えー。有理数まではできたわけですから、無理数の場合にどうなるかっていうですね。例えば2の π 乗。こういうような数はどういうふうに考えることができるのかということです。 これは実は理論的にはとても興味深い話なんですが高等学校の段階ではこれに対してあまり詳しく議論を展開することはできませんしかしどのようにすればよいのかという気分だけ、えー、理解していただきたいと思います π、えー、というのは3.141592点点点点とこう続く数です π に近づいていく有理数の列として3 3.1、3.14、3.141,3.1415, 点点点点と、こういう、近似する、近似の有利数列というのを考えることができます。で、14行目に出ている有利数は、π に近づいていくとは言っても、一つ一つは有利数でありますから、その一つずつを指数とする、もの。これは考えることができるわけでありまして、2の3乗とか、2の3.1乗。 2の3.14乗、2の3.141乗、点点点点こういうのを考えることができるわけです。実際、2の3乗はまあ簡単ですね。8です。2の3.1乗は、2の10乗のあ、2の10分の31乗っていうことになりますね。ということは、2の10乗根の31乗って計算してもいいし、2の31乗を計算して、その10乗根を取ってもいい。 ま、実際の計算はかなり大変ですけども、理論的には私たちは、この概念を定義することができます。2の3.14乗についてもそうですね、2の100分の314乗、そういう有利数として、有利数指数の、としてですね、定義することができるわけになります。で、これら、16行目の値、これが定義できますと、これら、 で構成される列っていうのを作ることができます。その類上の列がですね、ずっと考えていくと、その値が限りなくある一定の値に近づいていくんですね。で、この一定の値に近づくということを手作業で確認することは、これは絶望的に難しいですね。え、コンピューターなどを利用すると、最近ならばですね、皆さんが、このことを コンピューターを使って確信することはできると思います。で、その一定の値のことを2の π 乗とするわけであります。で、このようにして一般に2位の実数に対して a の x 乗っていうのを定めることができ、そのような実数指数についてもこれまでと同じように指数法則が成り立つということが証明できるわけです。 でしかし、この厳密な証明は、大学の数学科に行かない限りは、勉強しない、少し難しい技術を要する、高級な話題であります。